愛知県では19日、新たに277人に新型コロナウイルの感染が確認されました。1日あたりの感染者は9日続けて1000人を下回り、8月10日以来40日ぶりに300人下回りました。感染が確認されたのは10歳未満、ら90代までの277人です。内訳は、名古屋市で127人、市宮で17人、 豊田市で14人、豊橋市で11人などとなっていつ。すでにクラスターとなっている豊橋市の弱い者施設では、新たに40代の女性職員1人の感染、判明し、感染者は41人となりました。また、県内で3の死亡が発表されました。このうち1人は枠、無を2回接種していて、もう1人は未接種、他の1は、 接種したかどうか公表されていません。18日、天路病床使用率は45.6%、重症者数は68人となっています。